皆さん、こんにちは。門馬美樹です。今日は戦意筋痛症物語98話です。あ、そうだそうだ。私自分の配信自分で聞いて気づいたんですけど、再生速度2倍にするとちょうどいいと思います。私、すごいゆっくり喋ってんだなって。最近知りました。でも早口で喋るの得意じゃないので、早口言葉は言えますけど、ゆっくり話すタイプなので、再生速度2倍にしてみてください。今日のお話は、まだ私が戦意筋痛症って診断される前の出来事なんですけど、原因がわからないんですけど、左目の、眼球じゃない、角膜に傷がついてしまって、目が開けられなくなったんですよ。それで、翌日眼科に行って、診察していただいて、でその時に角膜に傷が入ってるって言われて、お薬出していただいたんですけど、目薬だけの治療だったので、見た目普通だけど、角膜に傷がついて辛い状態だったんで、この状態で翌日出社したら、配慮してもらえないなって思って、ドラッグストアに行って眼帯買ったんですよ。眼帯つけるほどじゃないけど、眼帯しておけばどうしたのってなるに決まってるので、私昔からなんですけど、もう上司から仕事を「えいえいえい」って振られるタイプなので、でも片目が開けるのつらいから、多分そんなにスピーディーに仕事ができる自信なかったんで、自分でこう工夫って大事だなって思いました。案の定眼帯してたんで、みんなすごい気を使ってくれて その日は平穏に仕事できましたから、だから思ったんですよ。戦意筋痛症も見た目が普通じゃないですか。だから全身に包帯巻いたりとかしとけば、誰が見ても心配してくれるとは思うんですけど、全身痛いから全身包帯巻いたらミイラになっちゃうじゃないですか。だからそういうことはできないし、だからなんだろうな、難しいですよね。目に見えないこう痛みとか障害とか、そういうものを抱えてる皆さんって、やっぱり自分を守るために工夫してらっしゃるんですよね。関西で知り合った痛みの病気、腺筋痛症じゃないんですけど、痛みの病気の方は、身を守るために折りたたみの杖を持っていて、なくても歩けるけど電車ではこう杖を出す、そういう工夫をしているって言っていて、やっぱりもうね、ぶっちゃけ私は電車通勤なので、
いろんな人がいらっしゃって、ヘルプマークをつけてるのに気づいて、声掛けしてくれる方もいらっしゃれば、ベビーカーと車椅子の、スペースって、広いから、満員電車の時って人がいっぱいいると思うんですけど、ベビーカーの方が乗ってきても場所譲らなかったりするんですよね。車椅子の場合だと、スロープでご案内してる駅員さんが、スペース開けてくださいって言ってくれるので、開けてくれるんですけど、ベビーカーの場合ってなかなかうまくいかないですよね。ベビーカースペースなのになーって、いつも不思議思います。まあ、一回銀座線で私、場所がなくて、スペースの近くにいて、ベビーカーの方乗ってきて、スペースの人どかなかったから声かけてどいてもらったことはあるんですけど、本当に動こうとしないので、思いやりの気持ちってすごく大事だなって、自分がベビーカーだったらこのスペース行きたいよねって置き換えて考えることって本当に大事で。そういう自分に置き換える考えを持ってほしいなって思いました。あとは、松葉杖の方ってどう見てもね、座らせてあげたいなって思うんですけど、しれってしてる方も結構いらっしゃったり、不思議だって思って。ます。満員電車だと ね、助けてあげたくても通れなかったりするんで、なんか私も申し訳ないなって思うんですけど、まあ、近くにいる 場合はこう声かけるんですけどね。あと、まあ空いてる時は普通にちょっと歩いて行って声かけたりできるんですけど、満員電車はもう通ろうとするだけでチッとか言われちゃうから 助けてあげられなくてごめんなさいって思うんですけど、こう、何だろうな、思いやりの気持ちを持って、いい社会になってほしいので、今後も活動を頑張りたいと思います。はい。なんか、長々と申し訳ありませんが、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。